こんにちは、今日は私のホームページをご紹介したいと思います。こういう状況になってから、ちょっとね手直しなどしましたので、ご紹介します。これはスマホの画面ですね。1ページ目は、ニュースということで、これはブログですね。このミドログのことも書きましたけれども、そういったこととか、出演情報などを挙げています。そして Facebook ですね。そして Twitter ですとか、あとは Instagram といった SNS 系を挙げています。でスケジュールは出演舞台や番組のご紹介なんですけど、今年はねなかなかここに書き込みができずに残念です。そしてブログですね。こちらで私はブログを書いてます。またFacebook などで書くのとはちょっと違った内容を書いてます。そしてステージは私が関わっている舞台ですね。まずはミドラボ、これは私が主催している、小説劇のユニットになります。リーディングトリップシアターという作品を作っています。そして家族増資、これは森ひろみさんという作家さんが書いた小説を、立体化して舞台化しているところで、ここにも私は立ち上げの時から参加させていただきました。本当に心がね温かくなる作品ばかりになっています。そしてお芝居にも出演させていただいています。去年はね2作品に出させていただきました。あとは朗読の舞台などもやっています。そしてレッスン&ワークショップということですが、朗読という舞台朗読のグループを、主催をしています。舞台朗読やりたいという方に私が教えているという団体なんですけれどもね、実際に舞台に出すことを目標としてまして、今は6月の発表会に向けてみんな一生懸命頑張っているところです。それからストア科というところで舞台朗読レッスンを行っています。こちらは基礎1、基礎2というようなグループレッスンと、あとはプライベートレッスンなどやっています。今はねオンラインでやっていますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。それから、ナレーター研修、これは展示会などでね商品を説明したりするナレーターさんのレッスンも行っています。あとは過去にやったものになりますね。コミュニケーションワークショップ、これは企業さんのところでやらせていただきました。あとは魅力がアップする話し方セミナー、これは自己紹介などをねやりましたね。あとは女子アナワークショップもやりました。続いてナレーションですね。私がどんな気持ちでナレーションのお仕事をさせていただいているかなどについて書いてあります。あとは出演番組ですね。それから私の声を聞くことができるボイスクローゼットというところをブログもご紹介をしています。そしてリンク集ですね。まずはミドラボのホームページ、あとは Facebook、 それからその後のツイッターですね。ツイッター、はい。そしてインスタグラムと、私が発信している SNS をまとめてみました。で最後にプロフィールですね、こんな人間ですみたいなことが書いてあり、お問い合わせ、お仕事のご依頼などはこちらからお願いいたします、というようなことで、最後にね、アーカイブですね、私が出演した舞台の情報などをまとめました。ということで、本当に私がやっていることをまとめたものになっていますので、お時間がありましたらぜひご覧ください。